く待ってくださいね。やぶらの皆さん、カメラマンの皆さんがそちらに向かっております。鳴滝の櫓、回せ回せが始まりました。鳴滝からのメッセージです。本日は天候に恵まれ皆さんお集まりいただき誠にありがとうございます。さあ始まりました。2011年度泉南市櫓パレード総番区鳴滝です。鳴滝やぐら型は小さいけれど日本一。今年の団長は松本康武は日本一の団長です。彼の音頭に皆さんご注目ください。それでは皆さん、パレードを最後まで楽しんでいってください。この時間のために1年間青年団が力を合わせて頑張ってきました。ババは人数が少ないですが、気持ちの熱さだけはどこにも負けません。ババクイーンはこの時期になるとみんなババ人になります。子供からおじいちゃんおばあちゃんまでババの祭りが大好きです。今年は高柳団長のもと、若い青年団を中心にババの祭りを盛り上げます。2011年ババ秋祭りの始まりじゃーい。
所の当番地鳴滝の館から迎えるという形になっております。小野里南組です。小野里南組、交差点の渡りで練っています、練っています。あれが小野里南組、黄色の鉢巻きです。ピアノ一新し、新たなところで我々は栄光します。青年団は例年の何倍もの力を出して、いつもより輝く我らの勇姿をとっとご覧ください。合言葉はゴーゴーゴーン。
は紫のハッピー。今年この色になりましたの？と聞きましたら、去年からこのハッピー少し渋い色になりました。
先頭の部分で王座を取っているのは柱稲垣雅彦。Thank you.
にちは。こんにちは。してますね。素晴らしく元気のあるエビス。
めちゃくちゃ気合い入ってます。俺たち若仲はおっさん集団で体力ないけど勢いと気合いはまだまだ青年団には負けへんで。今年の若仲会長川口誠と共にあり、ほら若仲練りまくりしこりまくるで行くで。Thank you.